DRZ400 とは、鈴木が製造している、排気量 400cc の水冷4、ストローク DOHC 単気筒エンジンを搭載した、オートバイのシリーズ車種である。なお、2019年現在日本仕様の発売は、されていない。DRZ400S は、2000年4月1日に、発売された。車体は市販レーサー r m をベースに開発された、クロームモリブ電光剤。 そこに新開発された4サイクル水冷、短気筒 DOHC4 バルブエンジンを搭載し、排ガス規制によって2ストロークマシンの生産が終了していく中で人気を博した。2008年に4ストロークマシンも、排ガス規制強化の影響を受けることになったため、同年11月にメーカーから日本仕様の生産終了が公表された。なお、2017年現在、 北米仕様の生産は継続されている。DRZ400SM は2003年に行われた第37回東京モーターショーにてコンセプトモデルとして参考出品された DRZ400S スーパーモタードを商品化したものである。2004年12月1日に発売された。その名の通り DRZ400S をスーパーモタード仕様に改良したもので、 エンジン等の基本設計は DRZ400S と変わらないが、足回りを中心にオンロード向けに大幅に改良しており、カタログスペックに現れないポテンシャルが高く評価され、スーパーモタードの枠にとらわれず、ジムカーナなどのオンロードスポーツにも使用され、ベースとなった DRZ400S を超え、ヒット車種となった。2006年にはレンサル製のテーパーハンドルバート、 前後にアクセルスライダーが追加された。なお 400S と同様の理由で、日本仕様は生産終了となったが、この車両も北米仕様とオセアニア仕様の生産は継続されている。車両解説 DRZ400SMZ は DRZ400SM の限定モデルである。2007年1月30日に300台の限定販売された。 車体色にグランブルーナンバーにミスティックシルバーメタリックを採用。国内二輪車で初めてラジエーターシュラウド全体にフルラッピング工法を採用し、シルバーとブルーの専用グラフィックを施し、前後ホイールのアルミリムとハンドルバーにブルーのアルマイト処理を施している。DRZ400 は2000年4月1日、DRZ400S と同時に発売された競技用車両である。 S, S から保安部品を外して軽量化した仕様となっていた。DRZ400E は2007年に発売されたセルフスターターを標準装備した競技用車両である。景品の FCR539 フラットバルブキャブレターを標準装備し 49PS を発生した。いずれの車両も日本仕様の発売は終了となったが保安部品を装備した オセアニア仕様は2013年現在も発売されている。AB 軽量、ハイパワーのデュアルパーパスバイク、DRZ400S 新発売第37回、東京モーターショー2003鈴木二輪サイト、新型オンロードスポーツバイク、DRZ400SM を発売、鈴木、オンロードスポーツバイクの限定車、DRZ400SMZ を発売、 ありがとうございます。